すごいなこれ。前の業者確実に悪いよ。あーもう完全に手抜き工事だな。これがシールの闇。闇深いよ。これが建設業の実態ですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。新卒で職人やっておるな。大学卒業です。できたね。できたね。できたね。1人です。2人目は。女でも変わるだろう。そう、変わります。この前だろ、マジ変わるだろ。視聴者の皆さん、まあ女子比率低いけど、6%ぐらいだけど。やばいっすよ。お前結婚したことあるの？いや、僕独身です。一回もない？ないです。あ、ほんと。こんな変わるよな。ビビっただろ。こんなに変わって恥ずかしくないかなっていうぐらい女って変わらん。いや、わかんない、そんな。いいさ、じゃあ終わったら、毎日終わったら。怒られてます。同級生だろ。同級生。新卒の同期。あ、そうなんだ。お前、まだよかったもんな、結構見ないでしみたいな。いいですね。みんなでみたいな。みんなでグループ恋愛みたいな。グループ恋愛。グループなんか遊びみたいな。グループ内で仲良かったで、その同期だけでとか。そうそう。うわー。すごい怖い。すごいなこれ。すごい。うわー、すごいなこれ。固まってないですね。すごいなこれ。なんかもうカッターで。取れんのな、これ。カッターいらないですよ。だからこれ、効果不良って言うんだな。はい。はい、これ。うわ。これ、手間だな。撤去めちゃくちゃ時間かかるだろ。はい、普通カッター入れて、ブルブルブル取るだけだよな。はい。だけど、これだったらもう、これ、この作業。なんでこうなの？攪拌不足。攪拌不足とか。お前がなんで悩むんだって、お前、安井が言って。撤去だけで、手間かかる。バクだ。ずっとこれだと、あっち側もベランダ側もだった。いや、ベランダの中はこう、あ、こっち面だけか。まさか営業もこれは気づかんな。通常の何倍ぐらい時間かかりますか？何倍もですか？はい、10倍目はかかっちゃう。えぐい。えぐいわ。ちょっと回してこれ全部取ってくるのでこういうのも全部どうするのこれ？シンナーとかでちょっと綺麗にしてから最後拭くんだ。はい。うわ、これはきついわ。うわー、効果不良。これで効果不良、ね、すごいでしょ。ねちょねちょみたいな感じ。いや、こういうの本当にあるんですよ。いや、効果不良だから追加でお金くれって言ってもらえへん。だけどこれ何って言ったら前の業者が確実に悪いよ。あ、で、よくなんかこういうのもさ、このまんましょってよくあるんだよな。またマンションとか安い仕事やらすもんで、管理会社とかさ、回収業者で安い工事でやるもんで、業者まで安いのなんでやらされるもんな。いや、これきついな。これ何下着も今日は、はい、こっち横、この面もう開いてない。横もやります。こっち、手でも動く。いや、な、もう観光させたら緩和な、絶対上がっとるやん。工事終わる頃に分かってる。分かってやってる。で、こっちあの狭い面だもん。これで、ね、塗料とかもちょっと説明したじゃん。2液じゃん。だからこれも2液って言って混ぜて硬化が始まるんだけど、硬化が始まって、じゃあ攪拌が不足で、要は化学反応を起こしないと、普通ってさ、まあ絵の具とか普通の家庭用の1液だから、塗ったら乾くじゃん。うんうんうん。でもじゃあ普通のお水をここに塗ったら乾く。蒸発はするけど乾かんじゃん。うん、それと同じやん。だからこれっていうのはどんだけ一液でそのまま置いといても乾かんから。ああ、もう完全に手抜き工事だな。これがいわゆる手抜き工事。そうなの。だって OK 出んじゃん。普通は工事まで分かるんだけど、こういう狭いとこなので、隣の家と隣接しようのが絶対バレんわ。あちらバラしたらもうこんなとこ見ようがねえもんな。あ、はい。うわ、何だこれ。うわ、十字だもん。すごい。いや、俺だって工事して何十年ぐらい放置されたんだよ。10年経ってもこんだけ固まってなかったらね。で、一応硬化剤とか混ぜとるもんで、部分部分が固まっとるもん、ゼリー状みたいなこと。
多少空気表面の表面だけは多少乾いてる。これはちょっとひどいわ。さすがのさっちゃんだ。さすがのさっちゃん。笑っとも笑っとも。さすがのさっちゃんだな。これはちょっと珍しいわ。ここまでひどいの。よくある。いやあんまりないです。たまに。6年。うちの会社来て6年。はい。6年の経験上どうだ。あんまりないです。たまにあります。たまには。確率的には。いや全然。10件に1件。はい。10件に1件もないです。10件もないです。10件に1件だったらまあまあ。やばいっすよね。10%。今まで6年間の社長で、はい、何件の社だったの？数えるぐらい。数件。何なんだよな、これな。これはちょっとまずいわ。もう、これ、もう赤字確定みたいなもんだ、ね、撤去で1日で終わりですよ。撤去かかっちゃうから。はい。すごい、こんなブニュブニュで。うわ、これも全部やろ。今、ここ、これも、あ、これは、あ、これもやっとるじゃん。うわ、ほら。うわぁ。それは違うから。よし。これ違う。まだまだ増します。これも撤去も近い？増し打ち？近いです。全部近いです。ああ、ここが不要だ。うわ。ちょっとまだ。まあまだいいな。まだちょっと生きとる。さっきこんな引っ張れなかったもん。うん。もうまだいいな。これは。こう。あ、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ？そう、同じ？あそこと。やっぱり黒色の平成と、はい、一箇所と。しかもクリア全然見えじゃん。見てスポンジだけど、ほらこういうお茶器具としとんだって。ほらこれ決定的瞬間だよ。なあ、分かる。これスポンジで幅取って、うん、もうこんだけしか売ってないの。スポンジがほとんどってこと。スポンジがほとんどで、こう、なんだこれ、何ミリ、これ何ミリぐらい。これがシールの闇。闇深いよ。深いです。お、じゃあ大げさじゃないよ。ちょっと大げさ風に言っちゃってるけど、俺もやっぱり YouTube 的に。いやだけど本当にわざわざこれ入れたわけだよな。なんでって。なんで。材料代ケチるため、浮かせるため。どっちもがやっぱ違うじゃん。チュ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 、ほらシュッって言われたよな。あ、手間がな。2カ月ぐらいこんだけちょっとだな。これが建設業の実態ですよ、皆さん。シールの闇。シールの闇。これですよ、うん、ペロンペロンだもん。スポンジだよ、これ。ペロンペロンだもん、黒色は。これはスポンジで、これもこれで、しかもさらにこれまだでも多少いいな、さっきと。はい、多少効果剤が闇が深すぎる。ちょっとね、本当にお客さんの評価、まあ、これ出とるってことは、視聴者の皆さんが見とるってことは、あのお客さんの評価出たと思うんですけど、はい、こういうのがね、まあ、1から10まで全部っていうのは難しい世界なのかもしれんけど、まあ、特に職人さんが見とるでね、まあ、あんまり職人さんを敵に回せないことも、一生懸命やってるっていうのは敵に回せないことも言いたくないけど、まあ、予算とかがあってその中で収めながらあるし、工程もあるし、それ大変だと思うんだわ。やっぱりそういうのを考えながら買う側の責任はあるし、どこで買うって、そうじゃん、コピー品買って取っ手がすぐ取れたらして、そのマイクコピー買ったらいいんだろって。工事も安いところで高いところあって一番安いところ選ぶ、その人も大した話も聞かずただで選んであげてもついてる人も悪いしな。まあ、言っちゃえばその人が自分で選んだから自己責任ってことで。そうそう、自己責任、本当に、うん、そういうことだよね。そうです。なんでそんなところ選ぶのって俺も思うけど、まあ、外れを引いちゃったってことでね。そうそう、俺もそれ以上言ってられへんし、うちで契約しずに、そっち、ああ、そこ行っちゃった、やっぱり。やらなきゃ見たんだなって。うん、まずさ。はい、そんな感じです。はい。今日は、仕入れの深い闇と塚本の夫婦生活について。はい、本当はね、ちょっと今ホームページも改装してて、今職人さんたちとか、まあ営業も含めて自己 PR の動画つけたりとか、はい、ちょっとしたショートムービー、ちょっと面白いのを作っとこうかなと思ってるんで、まあ YouTube が転用だというのがあるんで、ちょっとまた面白そうなんで、一回見に来てください。はい。お願いします。うん、で、まあ今日たまたまその動画撮ったら、こんなんあったんで、ちょっとしっかり動画してしまいましたけど、工事時代も、まあ今9、10、11、12の年内はちょっとまあ忙しいで厳しいかもしれんけど、まあ来年工事またね、興味あれば、振り替え道場、
足場、シーリング、塗装まで全部自社で自分に抱えてやってますね、はい、防水か。防水は常駐じゃないけど、まあ、ほぼメインが3社、4社、5社ぐらいかな。やってますので、ぜひ、工事依頼よろしくお願いします。よろしくお願いします。それとは別件だ、受け売りでやれる、ただシール、もう特に塗装、もう今全然足りてなくて、まあ、うちは本当にもう、本当に100人に1人、2人しかいないんじゃない、うん、できる職人で。どう？なかなか。いないじゃん。いい職人。まあ、まあ言い方悪いけど、まあまあ、まあうちではいいかなっていう職人さんはしょっちゅう来てくれるけど、まあちょっと本当にいい職人さんがあとやっぱ3チーム5チームぐらい1人2人ぐらいのね、はい、欲しいなと思ってますので、愛知県の人ね。で、まあ、ほぼほぼ常駐になるからうちは入ったら1回工事するやつとずっと常駐で、まあ責任施工って言ってあの単価では渡すけど、まあ、ほぼほぼ常駐で入ってくれとるからみんな。そういうふうにやれる人だったらちょっと募集してます。ぜひ一回話聞いてみたいって言ったら、あの河合か井村じゃないかな、はい、店長とか幹事長ねクラスが、まあ、いろいろ打ち合わせしてやります。ぜひ募集の方お願いします。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 足場買取員、足場買取姿勢、はい、姿勢は概要欄にあのセミナーというかあのオンラインでオンライン相談がある。そうなんだな、マンツーだけど、8分から30分ぐらいしか時間取れんと思うけど、ぜひ、実習生、興味あったら、足場代の買い取りもやります。ぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、あ、登録な。はい、もう、本当、また建設業の闇を、いろいろ、まあ、面白いこと考えて、いろいろやってますので、ぜひ、登録、まずは30万チャンネル登録、はい。目指してますんで、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。また見てねー。Yeah.